わかりました。三浦先輩。三浦先輩。名前変わっとる。鎌倉さんだから。大根ネタはもういい。というよりも、先ほどから私を前会長と呼んでいるが、人を訪ねてきて名前を覚えてないわけではないだろうな。一度聞いただけで忘れられなくなるほど覚えやすい名前のような鎌倉先輩。ああ、やはり。名字で覚えていた。私は鎌倉と名字で呼ばれるのが好きじゃないんだ。実在の地名と紛らわしいだろ。あ、そんな理由だったら田中とか佐藤の方が良かったみたいな。相手をするのも面倒な名前ネタとか何度も振られてそう。あ、確かにそれうざい。いじりが下手なやつの絡みね。あれは腹立つから嫌だね。お前の家雪でできてんのと聞かれたりな。あ、そっち地名だけじゃなくてそんないじりネタもあるのがうざ。そっちの鎌倉か。今のはちょっとクスッとした。呼び方一つでああだこうだ言って申し訳ないが、塩と呼んでもらいたい。いいね。塩ってすげえ素敵な響きだもんね。歌に桜って綺麗だよ本当に。もう清掃丸出しって名前なのにこれだもんな。性格だけは名前に影響されねえもんな。塩先輩。アクセントが違う。塩ではなく塩だ。確かに私は塩太陽だとよく言われるが。下の名前でもいじられてんのかよ。もう新しい名前作れ、じゃあ。サードネームを用意しろ。塩先輩。やればできるじゃないか。合ってたの今ね。めちゃくちゃ気持ち悪い声じゃなかった。名前は塩なのに、塩先輩には塩らしさが全くないんだね。うまいね。そっちの塩もあんのか、そういえば。君が私に敬意を払わないのは自由だが、最低限のマナーとして、仕事を教わる間は敬語を使ってもらいたい。そうだね。今後ずっと生徒会長として活動していく上で、やっぱ仕事とプライベートのオンオフのスイッチはちゃんと切り替えられるようにしとかないとね。ああ、それはわかりました。むしろ今まで失礼しましたという気持ちもあるものの、この人が興味一つで業務を放り投げた結果が今の状況なので反骨心は消えなかった。あ、それと明日の昼休みとおっしゃいましたけど、昼休みは他の役員が誰もいなくてですね。ん？昼練でもあるのかな。他の役員は運動部と掛け持ちしていたり。おい、また塩の笑いポイントくんじゃないか。またあの大爆笑聞こえんの？それはうざいな、さすがに。いえ、俺以外の全員が不登校なんです。なので放課後にしか集まりません。不登校？全員が？ほう。その話を詳しく聞きたい。あ、これは面白いの中でもインテレストの面白いですね。興味深いと。先生から渡された候補者リストの全員が不登校の生徒だったので、内心に多少なりとも恩情を加えるためじゃないですかね。推察ではなく事実なのだけど、塩先輩は部外者なので単位と出席日数の件については伏せておいた。そうだね。主人公生徒会長言うても他の役員のことベラベラ喋るっていうのはちょっと違うからね。敵に回ってそんな特例は認められないとか抗議しそうな気配すらある。注意深く接せねば。そういうことか。敵に回るのかこいつか。それは厄介。そんなわけで昼間はみんな自分の部屋へ引きこもってます。放課後になったら登校してくるので、会いたければその時に。放課後にならないと現れない生徒会？面白いじゃないか。今ちょっと素出た？おエマの顔をサムネしよっかな、しよう。自らの失言に気づいたのだろう。塩先輩はしまった顔で自らの口を押さえた。そんな顔できんだね。あ、その顔ニュートラルしろよ。その顔だったら塩らしい感出てんのに。塩先輩の興味を引けたら何でしたっけ？言うことを一つ聞いてくれるんでしたっけ？あ、そういえばその話してたね。お、興味引けたじゃん。お、こと。その三浦大根を引っこ抜かせてもらおうかな。引き継ぎは引き受ける件で、その権利は消滅だ。こちらは何の義理も義務もないのに、貴重な時間を割いて無償で協力するのだからな。うん、義理がないっつってんのお前だけなんだよな、絶対。他の人が同じケースだったら、ある程度の義理を持って引き継ぎの内容を教えてくれるからね。終始先輩のペースで交渉は進んだけど、最後に一矢報えることができた。引き継ぎの業務も依頼できたし、交渉の結果としては上出来だろう。ではまた明日。選択をするという妹さんにベストを汚して申し訳ないと伝えておいてくれ。あ、一応そこら辺の配慮してくれるんだ。なんだそれは。なんかもう調子狂うんだよな、急にそういうまともぶった発言されると。明日の放課後まで生徒会室にいれば会えますよ。生徒会の副会長がうちの妹なので。というかこの人が放課後まで残っていればシンポジウムに出席させられるんじゃないか。絶対逃げるよこいつは。そういうめんどくさいことやんなそうだもん。でも出させたところで他校の生徒会の人間を前に、私は無関係なのでと普通に言いそうだからダメだ。明日は自分で何とかしなければ。イエーイ、生徒会初日お疲れ。初顔合わせいい感じだったじゃん。そういえば初顔合わせだった。
もう塩が長すぎて塩タイム三昧だったからすっかり忘れてたね。もうたこ焼きパーティーしたとかいう思い出全然ないもん。家に帰って日和の夕食の準備を眺めていたらミリさんが訪ねてきた。ちなみにお土産に買って帰った大根は喜んでもらえた。大根おろしにするらしい。はい、これお土産のたこ焼き。さっき食ったじゃんお前食い切れねえからって人に渡すなよ。同じ参加者に渡すってどういうことやね。嘘でしょ。放課後あれだけタコパったのにそれでもいただき物にケチはつけられないので日和は笑顔で受け取っていた眉が下がっとる明確に困った顔で笑顔を浮かべるな。そんなミリさんの相手は日和に任せて俺はソシャゲに専念していた。センデレのイベントを走るとき俺はマクロもスイコンも許さない。指導像と笑われても時間をかけて走るのだ何言ってるか全然わかんねえ横文字ばっかでうぜえなと思ったら漢字で全然わかんねえもの出てきたわ。指導像ってなんだ。だというのにミリさんはなぜかニヤニヤしながら俺の元へ近づいてきた。ゲームしてるときは邪魔しないでほしいんだけどなそこら辺なんか思春期だなへっへっへー、トモスキー。なんだなんだ怖いってそれは。いや待って待ってください。今真実手が離せなくて、ちょ腕絡めるのやめ。ミリさんが腕を巻きつけてきた上にその胸へ俺の後頭部を挟み込んだ。おーおーおお、なんだなんだなんだ、どういうサービス。シオポヨと連絡取れたんだって。トモスケが今の生徒会長なのか確かめる電話あったよ。あ、そういえばそうだったシオポヨおい、ポヨなんて可愛い単語くっつけんなあいつに全然ポヨの良さねえから。シオポヨさんってどなた？というか人？確かにマスコットキャラクターとかでもいねえよそんな名前のやつは。前の生徒会長、うちもずっと連絡取ってたんだけど全然返事なくて困ってたんだ。むしろあっちから連絡来たっていうのでめっちゃ喜んでるみたいな。ミリさんは、あー前会長さん、鬼会ってきたの。今会話してる余裕ないから話しかけないでマジで。センデレの大時の真実クソで有名だからランキング戦はある程度主導じゃないとやばい。それで会ってみてどうだったの？引き継ぎしてくれるって聞いてねこいつ話しかけないでの意味わかります。振り向けばそこには胸しかなかったので俺の視界は真っ暗になった。その間に大道島差し下隊は関東管領軍の総攻撃を受けて全滅した何言ってんだもうわかんないのよ君の歴史ネタは。おかしい、言葉が通じない。いつの間にか俺日本語の通じない世界へ転送されているこいつはずっとそうだったじゃんミリさん一切言葉通じてなかったよ。日本語喋ってなかったじゃん、ジャングル育ちだったんだから。まあミリさんへの報告は必要か、仕方がないので数十秒だけ中断した。数十秒意地でも先生に復帰しようとしてやがる。遅刻から帰ってきたみたいなので会いました。なかなかに面倒な人でした。明日の昼休み引き継ぎのために生徒会室へ来てくれるそうです。以上。ま、話が快速急行すぎない？始発から終点までの間で停車しなすぎじゃない？きちんと各駅停車してよリニアモーターカーが新幹線でも各駅で停車するわ、場所によっては。いやまあ塩先輩との話の箇所箇所で雑談はあったんですけど、今思い返すと特別ピックアップする話題もなかったので思い返すだけで肌つもんねあれ思い出さない方が身のためよそれは。チャンネル登録。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。